ます。カモンマテリアル。マテリアルの坂上です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、さまざまな才能をマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで。はい、寒いね。寒いよね。12月1日入って急に寒くなるってね、なんかもうほんま誰かスイッチ入れたんちゃうかなっていうね、えほんまに、うん、なんかあまりにも寒くて俺今日ガンダムですわ意味がわかんないですけど、はい、まあ、そんな12月10日なんですけども、はい、はい、どんな日なんでしょうか。はい、今日はノーベル賞受賞式です。おー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 、はい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 、はい、スウェーデンの科学者、うん、アルフレッド・ノーベルが亡くなった日とされておりまして、はい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 、ノーベル賞は彼の遺言により、うん、創立されました、はいはいはい、ノーベルの命日であるこの日が、はい、ノーベル賞の授賞式が行われる日となっております、はいはい、ね、だからダイナマイトの開発者なんですよね、はいはい、だからそのダイナマイトで得たものすごい巨万の富を得たんですよ、うん、ノーベルは。で本来ね、うん、山でその鉱山とかで、うん、葉っぱかけて山崩して、うん、でそこからこういろんなもの掘り出してとかっていうために本来彼は作ったんですけど、うん、これがですねやっぱ軍需利用とかね、うん、いろいろされたりとかいうのもあって、なんかちょっとイメージが良くないですよ ね、 すよね。だから、うん、まあ、だからこそということではないんだけれども、うん、人類のね発展に貢献する、うん、もの、人にっていうことでこのノーベル賞というのがね、うん、はい、まあ、創設されたというか、はい、いうことなんですよね、はいはい、まあでも日本人もね、うん、湯川秀樹さんから始まり、そうですよね、もうすごいたくさんの方がね、うん、そうですね、受賞されてますし、はい、で特にやっぱりその科学分野がすごいよね、うん、そうですね、ね、やっぱりすごいですね。でもいつなったらあの人は受賞するんでしょうね、ん、村上春樹毎年ハルキストがねこの時期になったらざわざわするっていう、ざわざわする、はい、もうまあまあ多分今日もまたざわざわして終わらはんねんかなっていう感じなんでしょうね、うん、きっとね、はいはい、そしてもう一つ、はい、3億円事件の日となってます。おうんうん、1968年昭和43年の12月10日、東京都府中市の、はい、東芝工場で支給されるボーナス3億円を積んだ乗用車が白バイ警官に扮した、犯人に強奪される事件が起こった日となっております。いやこれすごいよ、やっぱ犯罪史上もうずっと残ってるもんね。そうですよね、3億円事件って、うん、まあ3億っていう金額をねもう超えるような犯罪はいっぱい起こってるかもしれへんけど、うん、いやでももうこの当時の3億って言ったらすごいからね。しかもね500円札なんで、500円紙幣でも500円紙幣でボーナスってすごいよね、うん、そう考えればね、ね、ね、500円紙幣で、うん、今やったら500円玉めっちゃ重いでしょ、もう3億円なんか持たれへん。いや持たれへんよね、だいぶ重いよやばいやばい。 でもこのね500円紙幣ってまだ発見されていない、もう番号が公表されているんですけど、そう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 、投資番号が公表されているけど今でも発見されていない謎な事件、謎ですね、謎、ね、まあ、だからその国内では絶対使われてないんで、まあ場合によっては海外にね行っちゃってるかもしれないし、ね、どうなってんのかなっていう、ね、そのまま保管されてたらあれですよね、何のためにね取ったんか分からへんでしょ、ですよね。まあ、だからまあね、これは本当にいろんな作品の、ね、題材にもなってるし、はい、うん、劇場型犯罪で、そうそうそう、もうだってこの事件だけでものすごい数の本出てるから、はい、そうですね、うん、こうじゃなかったじゃないかみたいなね、毎年だからなんかそういうなんか特殊番組やるよ、テレビありますね、謎の事件を追うみたいな、そう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 、まあそれの題材になる、はいはい、まあのがなんと12月10日だったっ、12月10日、お金やったら、うん、竹やぶから1億円拾ったとかあるじゃないですか、はいはい、あった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 、ね、あった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 、あれも言うたら持ち主が出てこなかったでしょ、うん、あんなその人がもらったんですよね、そうそうそう、出てこれないお金なんですよね、いや絶対そうやろね、ねえ、でも怖いですよねそんなんね、いや怖い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 っていうか、その持ってることで何かされんちゃうのかと思うよね、全部ありますよね、っていうかね、あれね届け出た人が公表されると、はい、
もうそこへいろんな慈善団体からうちに寄付してくれて、いや、まあ、あの宝くじと一緒やから、宝くじ一等当選者とかにもう絶対来んねんで、どうやって調べてくるのか知らんけど、ね、親戚も増えるでしょそうそう、急にね、急にね、家族増えちゃう。いや俺絶対でも宝くじ当たったら絶対言えへんの。ねえ、言いたくないですよね。言えへん、言えへん、絶対言えへん。年末ジャンボの時期ですよね今ね。いや、そう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 。あまり大きいお金怖いですね。いや、怖い怖い怖い、何があるのか、ね、怖い、うん、お金で人は動きますからね。うん、まあ、あの10万円3本ぐらい当たってくれて嬉しい。それが一番いいかもしれない。ありがたい。それぐらいでいいのでお願いします、うん、というお願いが出たところで、はい、いい感じで終わっとこうか。はい、はいはいはい、ということで、はい、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、今週もですね、はい、映画監督にまたインタビューをさせていただきました、はい、で今日の映画はですね、天井の花というタイトルなんですけども、はい、これがですね、あの三好達治ってね、うん、もう教科書に絶対出てくる人ですよね、はい、でこの三好達治が、まあ、主人公というか、まあうん、あのメインにいまして、実はその三好達治のお師匠さん、うん、萩原作太郎、ね、うん、この人もまた文壇のすごい方ですけれども、はい、詩人ですよね、うん、でこの萩原作太郎の妹さんがいて、うん、この妹さんと三好達治があのこの繰り広げるこのドロドロの恋愛劇というやつなんですよね。でこれがまあ昭和初期からある一定の期間をずっと描いているという感じになってるんですけども、はい、この監督はですね、片島一輝監督っていう監督なんですけど、はい、なかなかちょっと見た目がね、うん、見た目がちょっとね、ドキドキするんですよでちょっと俺緊張しながらインタビューをしてるんですけど、途中からもうすっかりほぐれてもうめっちゃあの弾んだ感じにはなってるんですけど、うん、まあ、どんな感じで話をしてるのかっていうのがね、見ていただければなと思います。まずは、監督のインタビューを、予告編と一緒にご覧いただきたいと思います、それではこのプレゼンありかなしかスタート。僕はあなたを16年4ヶ月思い続けてきた。あなたを思って書いた詩ばかりです。ここへ来たのは逃避行だったんだ。まるで地の果てか別天地みたい。山の寂しい湖に。やめてください。僕の武器は詩だ。言葉が弾となって敵を倒すことはできないけれど、国民を励まし勇気づけることはできるんじゃないかと。国や公に個人を没入させるのは詩じゃない。ここを出ようと思ってるんです。自分の愛が伝わらなくて先生はもどかしいんですよ。あなたがどんな詩を書いたところで日本は戦争に負ける。たとえ天地が滅んでもこの愛は変わらない。はい、ということで今日はですね、映画天井の花のですね、片島一輝監督にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、この作品すごい見応えがある作品なんですけど、まずはどんな作品なのか監督からおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。はい、すいません。太平洋戦争の頃なんですけれども、東出昌大が演じる三好達治と、三好達治の詩人ですね、はい、あの国語の教科書に載ってるような、はい、人たちです。三好達治と、三好達治の師匠である萩原作太郎という、はい、これは日本文学界の巨星と言われる人ですに、その妹がおりまして、達治からすると師匠の妹、うん、この2人の男と女のドロドロの関係を描いた映画です。はい、作太郎の娘、はい、萩原陽子さんという人がいまして、はい、萩原陽子さんが子供時代から作太郎の弟子であった達治、はい、三好達治とずっと小さい頃からずっと交流を続けてたわけですね、はい、その交流のあり方を、はい、
小説化した小説というか、なんかドキュメンタリーみたいなのですけども、はい、を本にしたのが1966年の天井の花という原作でした、はいはい、でその実際この映画で描かれているのはその中のほんの一部、はい、この二人のさっきもほども言いましたけどドロドロの関係が福井県の三国という町で、はい、繰り広げられるんですけども、はい、その一部を映画化したということです、はい、これがですね、その、まあ、たまたまなんですけど、僕も三国町は何回か訪れてるんですけど、すごいいい街なんですよ。もちろん福井県なんで、あの日本海側のいいところで、しかも東尋坊の近くなんですよね。これ撮影されたのは、でも三国じゃないんですよね。ないですね。これはあの新潟県の柏崎市、はい、で、9割5分ぐらいまで、はい、柏崎市に撮ってまして、はいはい、そこにですね、この映画の配給会社の社長であり、プロデューサーの小林三四郎っていう、はい、がいるんですけども、彼の実家がありまして、はい、その実家がお寺さんで、うん、そのお寺さんをロケ現場、はいはい、現場として、はい、広いんで、はい、もうこっち向けて一つのシーン、それからこっち向けて一つのシーン、はい、っていうような形で、はい、もういろいろ工夫しながら撮りました、ね、はい、それ聞いてびっくりしたんですけど、よっぽど広いんですよね、本当にね、かなり広いですね、ね、そうですよね、だからあのそこの住職、その三四郎のお兄さんなんですけど、はいはい、セットでやったらこれ何千万ですよとか言ってそれを数万円で貸してもらったっていう、ね、電気代にもなんねえなかなか時代を感じさせる建物っていう難しいですもんね。そうですね、アルミサッシっていうのは今までに絶対ありますし、はい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 、か昔からどっか保存しているようなところじゃないとできないですよ。そうですね、だからその同じ場所をこっちから取ってこっちから取ってっていうのはですね、僕はあの1990年に我に打つ用意ありという若松浩二監督のところで僕は映画館に入って行ったんですけども、その時に主人公の原田芳雄さん演じる学生運動崩れの部屋がこっちで、同じ部屋で留学生のメイランっていう中国人の部屋をこっち、女の子ねこっちで、当時はね、よくこういうことやるよなと思ったんですけど、自分が監督になったらもう全然気にしないでくださいそうですよね、あの本当にあのな同じ部屋でもカメラ一振りするだけで全然違って見えますからね、はい、映画のマジックですね、これがね、はい、それがうまくいって観客の人に後からこれこうだったんだよって言って、とか驚かれる時がちょっと幸せです騙されたなみたいな一番その監督としてこの作品の中で伝えたかった部分というのはどこなのかなっていう、伝えたかったのはですね、はい、やはり戦争、はい、戦争の時代における、はい、そこに翻弄される個人、うん、人々、社会、うん、っていうものを描きたかったっていうのが一番ですね、はいはい、で、まあ、昨今この3年間ぐらい、はい、コロナでかなり閉塞的な、うん、時期を僕ら過ごしたわけなんですけども、はい、そこでウクライナ戦争なんていうのが起きて、はい、でなんかいきなり戦争が起きたように伝えられてますけども、うん、もう地球上ではもうずっとどの時代でも戦争は続いてて殺し合いをやっていると、はい、でこの戦争の中でどんなふうなことを人々が生き人を愛しっていうようなものが描けたらいいなと思って始まったことなんで、はい、そこが一番、うん、伝えたかったっていうところですかね。だから三好達治も実はその戦時中人々を鼓舞するような詩を作中の中にも出てくるんですけど、戦争高揚詩ですよね、はい、当然だから分断の中ではいろんな意見があってっていうところもあるし、これ戦争終わってから今度はそれに対してどう思うみたいなのが出てきたりする部分は、まあ、この作品の中ではそんなにメインでは描かれてない部分ではあるんですけど、ちらっとこう出てきたりとかはしてる、うん、そうですね、ね、まあ、萩原作太郎師匠の作太郎と、はい、達治の戦争史における、はいはい、論争みたいなシーンもありますので、はいはい、まあ、それもかなりこう自分としては初日にあれやったので、はい、ちょっとワクワクしながら撮りました。ああ、そう、あれ初日なんですか。11月の1日で、はい、たまたまなんですけども、桜の誕生日だったんですよ。うん、桜から桜ですもんね。あ、よくご存知ですね。はいはいはい、そうなんですよ。そうですよね。その撮影やってる時で結構なんか高揚しますよね。なんかこう運命に導かれるような感じで。この作品の中に戦争シーンは出てこないんですよ。基本的にはその部分は。あの朗読であったり、まあ、あのちょっと写真でカバーしてるかぐらいでドンバチのシーンとかが出てくるわけではないんですけど、閉塞した時代のね空気感っていうのがあるんですよね、はいはい、なんともやりきれないような、うんうん、そういったものが伝わればいいなと思いますね。
戦争っていうのに向かってる時ってどうしてもその男尊女卑的な流れになるんかなと思ったりもするんですけど、実際その三好達治は DV 男として描かれてるというか、そうそうそう、それも東出がやるとは思うんですよね。それ監督がやってくれてありがたかったんですけど、はいはい、実際の三好達治はあの東出さんじゃないからあれなんですけど、でも原作の方にも書かれてるんですよね。でもまあ、そんなに詳しくは書かれてないですけども、はいはいはい、書かれてはいます。まあ大阪の出身で、はいはい、今達治の甥っ子さんですね、はいはい、が高槻市の方で、はい、お寺やってるんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、住職やってるんですよ。もう75ぐらい、はいはい、とにかくこの原作は嘘っぱちだった、うん、で映画できて DVD をお渡ししたら、はい、もっと嘘っぱちだって言われて、はい、そんな人じゃないそんな人じゃない。なるほどなるほど。まあね、これは映画のフィクションなんだから。そうですよね。あくまでもフィクションで、あの小説から映画化してるんで、一番クローズアップしたいことになっちゃいますからね。監督としてはこの作品の見どころとしてはどうなる、どこを見てほしいかっていう見どころではですね、はい、ちょっと声が落ちましたけど、はいはいはい、この三好達治と、はい、この経験校の、はい、いわゆる思想が違うんですよね、うん、こっちは一つ規範で生きてて、はい、自分はこうあらねばならない、うん、こっちはもう生まれも育ちも自由奔放に生きてきた人間で、はい、だから憧れで天井の花っていう高根の花になってしまって、うん、その人を愛したっていうことなんですね、はい、でそういったこう思想なり考え方が違うとどっかで行き違いが生じてきてというようなことが、これ現代でもつながることだと思うんですね、はい、でそれが割と典型的な形で出てきてるシーンがセックスシーンなんですけれども、普通の正常位でセックスしてたところ、はい、女性の方が上になってもいいですかということで、こう上になったのは達治の方が女が上になるなんてつって吹っ飛ばすんですよね、うんうん、これまさしくね、この考え方の方向性の違いみたいなのが出てて、セックスはこうあらねばならないみたいなことを批判的に持っている人間が、もう新たな大義でやりたいって言って突き飛ばす、はい、これは一つ見物という見物です。いや、これね、僕はすごいなと思いました。このシーンはいろんなものを象徴してる。そうそうそう、そうですね、はい、全体的に流れている流れの中でこのシーンがどう象徴しているのかっていうのはちょっと楽しみに見ていただけるといいなっていう。それで戦後にね、はい、パンパン、それ言っちゃいますね、はいはいはい、売春宿に入って、はいはい、でこの後は言わないようにしてこれからどうなるかって。そうですね、三好達治っていう、まあ、キャラクターを通じてその価値観がどうこの戦前と戦後で変わってるのかっていうところも、まあ、まず一つの見どころかなというふうに思いますね、うん、ではですね、この方からですね、一言、見てらっしゃる皆さん、メッセージをいただければと思います。はい、もう人と人とのすれ違い、ぶつかり合いの映画ですので、まあ、そういうようなことで、現在も悩んでる人がいると思います。でこれが何かしらの答えを与えてくれるかどうかというと全然わかりませんが、そういう人に見てもらいたいと思っております。ぜひ、映画館の方に足を運んでください。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、天井の花の、監督でいらっしゃいます、片島一輝監督に、インタビューしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。はい。こんな感じでございました。はい、もうね、最初ね、だからね、ちょっと片島監督、ちょっと一瞬風貌がね、はい、まあなんかちょっと初夏の脇田さんにちょっと似てるとこあんねんけど似てるとこあんねんけど、はい、どうやろうと思いながらちょっと探り探り喋っていってたんで、はい、ちょっとあれやったんですよ。途中からわっはっはっていう ねものすごいなんか打ち解けてきたんで、はい、調子乗っていろいろと喋ってるんですけど、はい、そうなんですよ。結構ねこの作品ね、まあ異色作というか、まあある意味意欲作なんかなと思うんですけどね、そういうセクシーとかも、まあそんなね、あからさまなシーンではないです、はい、めっちゃ出てくるとかそんなんじゃないんですけど、中にそのある意味この2人を象徴してるなっていうシーンとして出てきたりとかするので、まあ、それは本当に見ていただくとわーっていうところはいっぱいあるんですよね、はいはい、で中でも話出てましたけど東出さんがねすっごい DV 男になっちゃってるんですよ、はい
ものすごいですよ。あの身長で、あの手、長い手で入山のり子さんバシーンとなりますから、ね、はい。まあ音入れは後でやってるにしてもすんごい音鳴ってますから、っていう感じになってますってね。ひどいやつ。いやもう相当ひどい。でもね、ほらあの DV 男ってそうやんか、あのバシバシどついたりとかした後にはなんかすごく反省して、ごめんごめんなごめんなとかってなるやんか。もうまさにあれやねん、まさにあれやねん。もうなんか上沼恵美子が見たらまたものすごい怒るんちゃうかなっていう。東出昌大のこと上沼恵美子もむちゃくちゃ言ってるからね。はい、はい、ぜひ上沼恵美子さんに見てほしいなと思うんですが、では、どんな感じか、はい、いきましょうか。はい、はい、これをね、また女の人がね、そうです、判定するっていうところがポイントかなっていう気がするんですけど、え、はい、そこを思ってしまうと、これになるけど、いや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 、違う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 よ違うよ違うよ、うん、インタビューだからね、インタビューですね、はいはいはい、インタビュー、あくまでもインタビューの中の、はい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 、もうアクシデントの中、俺頑張ったからさ。はい、はい、ということで、はい、このプレゼン、ありかなしか、判定。あはい、本当ね、まあ、大きい声じゃ言えないんですけど、この、ね、インタビュー中に急に声のトーンが下がったりとかしてるんですけど、まあ、いろいろとアクシデントがありまして、まあ、その中最後までなんとか取り切ったというので、はい、頑張りました。はいはい、でどうやった、感想というか、あれはどうですか、映画ですか、うん、映画というか、まあ、今のインタビュー見て、うん、まあまあ映画見たんでね、ああそうかそうか、見てるんでね、映画させてもらったんで、うん、マスコミ支社で、はい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 、いやでもその戦時中というか、うん、まだ戦争中でしたもんね、はい、疎開されてみたいな感じだったので、まあもちろん DV の仕方というか、うん、まあ今の DV、 今の DV してる人とかがまあまあとは変わんないのかなっていうのは思いますけど、うんうん、やっぱりそのね、さっき言ってたようにもうどついた後にこう、うん、泣いてお願いしたり、ね、本当に愛してるんだみたいな感じのシーンとかっていうか、なんか欲望というかね、うん、でほんまにその男尊女卑というかね、うん、そういう時代やったかもしれないですけど、あれだから俺ね、一番ね見てておおって思ったのは、うん、そのほら三好達治のね支援者の、男の人の奥さんがさ、うん、先生、うん、先生は今混乱してらっしゃるんですよとか、うん、なんか言いながらなんかその、入山紀子を一生懸命なだめようとするよ、うん、はいはい、もう顔ボロボロにされてるのに、うん、きっと今は気が立ってらっしゃるんでとかって言って、うん、いやいやお前やられてみろやって感じだから。でもあれはでも本当に戦時中というか、その昔はそうやったんかもしれへんなって、その時代やからそうなのかなって、うん、でしょうね、やっぱり男性を立てるというそうですね、そう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 ところが強いなって、ねえ、ね、だからそういう意味でもその今の現代から見た時に、うん、このまあまあもちろんその忠実に再現してるしてないっていうのはあるにしてもね、脚本で書き直されてる部分があるんであれですけど、強調されてるところもあると思うんですけど、まあでも今の視点から見た時にどう見えるかっていうのは ね、ある意味見る価値はあるかなという気がするんですけどね、うん、そうですよね、女性が強いですね、やっぱりこの作品の中でね、うん、服従しないというか、ね、そうですね、そうなんですよ、強い女性っていうかね、だある意味面白いのが、最初は入山紀子さんの役になんか感情移入できないんですよね、うん、最初はね、うん、なんか何この勝手な気ままな女の人みたいな感じで、そうそう、ところがだん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 、うん、そう三好達治のわがままぶりが出てきた時に何言ってんねんこいつみたいな感じにだんだんなってきて、そうですね、働かされて、そうそうそう、この入山紀子さんの方にこう感情移入していくんですよ、うんうん、でこの転換点がどこにあるのかっていうのを見に行ってもらうと面白いんじゃないかなと思います、はい、ね、はい、という感じの作品でしたので、はい、ぜひ、まあ、女性も男性もね、はい、見に行っていただきたいなと思います、はい、はい、ということで今日は、天井の花、の、片島一樹監督のインタビューでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、では歩み、はい、はい、お店の情報です、はい、はい、今ですね、はい、絶賛雲旅上映中となっております、はい、明日までとなっておりますので、はい、ぜひぜひ今日明日でね、はい、見に来ていただきたいなと思います、はい、12月10日は13時から、はい、
16時から、はい、19時からの3回ですね。3回、ありがとうございます、はい、3回あります。そして明日11日日曜日が13時から16時からの2回になります。はい、もうあと5回ですので、そうですね、はい、はい、ぜひぜひね、はい、お越しくださいませ。はい、はい、30分前から入場できますので、ぜひぜひお越しください。料金は1500円となっております。そしてね、物販もあります。 DVD とかブック、はい、フォトブックとかあるので、はい、ぜひぜひ皆さんね、ご購入もしていただきたいなと思いますので、はい、お願いいたします。これはですか、スマホンさんのライブの、ライブの CD もあります。 CD、DVD もありますので、はい、はい、ぜひぜひ皆さんもね、はい、はい、はい、お願いいたします。はい、そして、12日はカバの日、はい、はい、カバの日3回目、3回目ですね、はい、めっちゃやってるような気がするんですよ、ね、そう、うん、なんかめっちゃ楽しんでるし、はいはいはい、期間がやっぱ開くと、開くとすごい上映してるようなね、おーおー、で、まあ、前回もすごくたくさんの人がね、はい、そうですね、ほぼ満員でしたんで、ですね、はい、皆さんご予約はね、必ずしていただいて、はい、予約でね、いっぱいになりそうな、そうなんですよ、はい、事前に予約が必要になりますので、ぜひぜひお問い合わせください、お願いします。こちらもね、パンフレットも売ってますので、はい、お願いいたします。はい、そして、14日は、はい、平日チョイスがございます。はい、はい、平日チョイス、ちょっと短い作品をね、流しておりますので、はい、お願いいたします。はい、またね、あの作品の方はホームページの方をご覧ください。そして16日は金曜シアタースペシャル企画ということで、はい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 、はい、はい、やっております。はい、ですね、内容は特別禁止、はい、そうです、特別禁止があります、はい、舞台映像を見てから、それから不登校とか発達障害についての恐怖会もございます、はい、こちらで、ね、特別となっておりますので、料金が2000円で、はい、させていただきますので、ぜひぜひ皆さんね、お越しください。特別なね、お話が聞けますので、ゲストの方も、はい、ね、やっぱり今多いと、うん、うん、うん、それを取り上げた、うん、いやだから本当にね、あのコロナでね、またその人間関係の作り方がみんな分かんなくなっちゃってるんですよね、お子さんがね、だからマスクずっとしてるから表情も読めないし、だからそのどうやってこう会話して、どうやってこう人間関係作っていくかっていうところがすごいやっぱり難しくなってるんですよね、はい、はい、はい、の勝負もありますので、はい、ぜひお越しください。そして17、18ですね、はい、クリスマスです、はいはい、マンマミーニャとミスター&ミセススパイを、はいはい、日本を楽しみたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、はい、はい、でそれから19日が泊まり日、こちらもね、先ほどの不登校とか、はいはい、発達障害についての、はい、トーク付きの、イベントになりますので、はい、ぜひぜひこちらの方もお越しください、はい、詳しくホームページに載っておりますのでお願いいたします。はい、そして21日の平日チョイスがございまして、そしてもうクリスマスです、はい、はい、そうですね、はい、クリスマスです、クリスマスチョイスがございます、はい、はい、23、24、25と、レンタルスペース、貸し出しております、はい、3時間5000円となっております。まあ、上映スペースとして貸し出ししておりますので、ここね、ここのお店がね、はい、お店を貸しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん4枠ありますので、ご予約お願いいたします、だからマイクロシアターとして映画を上映しているスペースで、はい、好きな作品を持ち込んで見れるというものですよね、はい、そうですね、はい、一人でもいいし、何人かでもね、はい、いいし、はい、いいんじゃないでしょうか。上映ができますので、はい、ぜひぜひ皆さんご利用ください、はい、お願いいたします、はい、そして26日はカバーの日、はい、最後の、はい、今年最後のカバーの日がございますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください、ね、ちょっと時間が変わってるんですよね。あ、そうです ね、 ね、はい、14時と17時の2回の、はい、上映になっておりますので、はい、お願いいたします、はい、はい、以上です。はい、じゃあいきますよ、はい、今日のブッチャー、はい、さあ今日のブッチャーは何ですか、はい、はい、あと恋の恋、はい、こちらもバリバリの恋愛、そうですね、はい、ですね、うん、でしょうね、はい、これでサスペンスやって言われたらちょっとおおって思いますけど、すげえだって逆に興味、はいはい、逆にね、はい、2014年の制作映画、はい、イギリス・ドイツの合作の制作となっておりまして、 PS I Love You、 こちらもバリバリのね、はい、小説を元に、はいはい、有名ですね、はい、はいはい、そうです、幼なじみの男女の12年間にわたるすれ違いの恋を描いたラブストーリー、うんうん、なんかこう恋愛
最近長く思って、ね、だんだん長くなってってるよね、きっとな、うんうん、ですね、はい、男女のね、はい、幼馴染が、すれ違って、まあ、恋人未満、はい、友達以上という関係でありながら、はい、故郷を離れていかないといけないとか、うん、そういうすれ違いもありつつ、はい、もうちょっとどぎまぎしながら楽しめる映画となっております、はい、なんだもうね、まあしょうがないねんけどね、あのまとめるとそういう話になっちゃうねんけど、うん、こうまとめられるとなんかあの作品もそんなんやったな、この作品もそんなんやったな、ね、ね、でもほらこのあれですか、なんかあのロミオとジュリエットみたいな、ロミジュリはでもまだほら あれはあの敵対関係になってる人がっていう話やからちょっとちゃう、一緒になりたいけどなれない、うん、でこれはだからそういうあの表なった障害があるんじゃなくて、あの微妙にずれるというこのすれ違いっていうところを、ね、好きっていう一言が言えないから恋人同士になれないっていう、だからほらこれあと1センチの恋なのよ、ね、あと1センチ進んだなっていうここまで来てるのにっていう、浮いてる側は早言えよみたいな、なんでなんで俺らがこんなになんかこんなにガーってなってんねんみたいな話しないけど、はい、12月にはぴったりですよ、はい、はい、はい、っていう映画です、はい、はい、はい、ね、はい、これはでもあれですか、なんかあの平日チョイスで、はい、はい、やるんですね、やります、もうね、はい、はい、はい、チョイスがやります、ちょっとお待ちくださいね、はい、平日チョイスが12月22日の、うん、22日ね、はい、はい、22日、21日、あ、22日、22日、はい、はい、22日ですね、はい、に、平日調査でやりますので、はい、19時から、スタートしますので、うん、ぜひぜひお越しください、ちょっとね、あのイライラした人はぜひ、いや違う違う、イライラじゃない、イライラじゃない、キュンキュンもしますよ、キュンキュンですね、キュンキュンしたい、キュンキュンもしますよ、はい、ぜひ来ていただければという感じですね、はい、はい、ということで、はい、今日のグッチョイスでした、はい、ということでですね、もうね、あの出まくってます、もう30分確実に出まくってますので、はい、なんでそんなに盛り上がったんやろうという気はせんでもないですけど、はい、ということで、まあ12月の、10日ですよ、10日ですね、え、もうあと3週間です、はい、年内令和4年終わりますって、もうほんまになんかすごいですよね、なんか皆さんやり残しとかないですか、もうなんかあの思わずちょっとしばすだけにちょっと焦り始めてるような気はせんでもないですよ、バンジージャンプしたかったまだ行けてないな、ちょっと来年に積み残しやな、うん、コロナが、まあ、明けてはないけども、うん、なんかこう症状が和らかくなってるじゃないですか、ね、うんうん、でそのなんか開けたような感じなんで、うん、なんかこう中途半端に、ね、中途半端ですね、やり残してきたから、うん、ね、たくさん残る年ね、ね、え、だからまあそのなんでしょうね、そのまあ第8波って言いながらこうね、はいはいはい、あの微増でずっと来てるんですよ今もね、だからこれがさあ果たして年明けてぐっと落ちてくれるのか、落ちて本当にもうね、あの普通の風邪のようなですよ、ね、5類になっちゃうという世界に早くなってくれればね、はい、あの早くなるっていうのは5類に無理やりになってほしいっていう意味よりは、そう落ち着いてそうなってほしいというかね、あの、まあ、世界がそうなってるように日本からね、はい、なってほしいなと思うんですけど、はい、そういうことを願いながら今日はこれで終わりたいと思います、はい、はい、ということで、今日はこれで終わります、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さよなら。